長がお見えになりました。ご挨拶を賜りたいと思います。皆さん、明けましておめでとうございます。そして、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、立憲民主党の幹事長を授かっております福山哲郎でございます。今日は本当にちょっと今会場入ってきてびっくりしたんですけど、もうたくさんの方がお集まりで、この集会、まさに憲法改正が議論になるかどうかという大変な一年が明けまして、その最初のこういう会合にこのような形で皆さんがお集まりをいただいていることを心から敬意を表したいと思います。ちょっと遅くなって申し訳ありませんでした。松尾さんの話も石川先生の話も拝聴させていただきたかったんですが、京都は今日裏千家の初釜式の日でございました。私が朝一番から晴れ着を着ておりまして、そして初釜式に出席をして、そして着物脱いで慌てて新幹線に乗って東京まで戻ってまいりましたので、遅れたことを許していただきたいと思います。まずは昨年衆議院選挙がありました。予想だにしない野党側の分裂騒ぎがございました。その中で枝野幸男、当時は衆議院議員が一人で希望の党には行くことはできない、あの集団的自衛権の行使容認を賛同するようなことはできない、立憲主義を守る政党を作ると言って立憲民主党を結党の、宣言というか会見をされました。私は力不足ながら、そこに参加をして幹事長として選挙を戦わせていただきました。多くの皆さんが本当にお力をいただき、共鳴をいただき、我々に55議席という議席を、与えていただきました。よく立憲民主党は勝ったとか、なんかそれで偉そうにしてるとか言われるんですけど、我々勝ったというつもりは全くありません。もともと15が現有議席でした。候補者が何に出てくれるかもわからない、国民の皆さんに訴えようにも、ある都道府県に誰も我が党の候補者がいない場所がたくさんありました。その中で多くのボランティアの皆さんが集まっていただき、 SNS を通じて応援をいただきました。このいただいた55議席、年末に一人ずつ加わっていただいて、今60超えましたが、ありがとうございます。この議席は、そして1100万票という票は、この議席と票で立憲民主党をスタートさせなさい、これが国民からいただいた発射台です。立憲主義を守り、日本の民主主義を守るためのそのスタートラインに立ちなさいという力だと思っていますので、我々はそのつもりで立憲主義を守るために頑張っていきたいと考えております。そしてそのベースには2年半前の9月の19日、まさにアラーム法制で国民の皆さんが国会の前に集まっていただいた、運動全国で展開していただいた多くの皆さんのその力が、その間の2年半森友学園、加計学園をはじめとした安倍政権の本当に
乱暴な国会運営に対する怒りや不安や、そういったものを全部ベースにして私たちお力をいただいたんだと思います。そしてさらにはそこに市民の皆さんと野党共闘というお力があったからこそ、今我々はこの場に立たせていただいているんだというふうに考えております。一方で自民党が憲法改正の論点をまとめました。私はあの 4点の論点は全く憲法改正に値しないと思っておりますし、我々は安保法制を追認するような9条3項の自衛隊明記は反対だということを党としてもいち早くまとめさせていただきました。年末に作った党の綱領においても立憲主義を守るということを明記をさせていただきました。この国会は国民の皆さんに憲法に対してきちんと理解を深めていただくこと、そして国民投票に住まい、国民投票がいかに今制度として法律としておかしいかということをしっかり国民の皆さんにお伝えすることによって、この国民投票法で乱暴な公選法と国民投票を一緒くたにして、この憲法改正の発議が行われることのないような論点をしっかりと我々提示して議論を始めていきたいと、そのように考えています。今あちこちから統一会派を一緒に組もうという話があったり、野党共闘は我々大切だと思っていますが、野党共闘を強くしようというお声掛けがあったりしています。その前に我々はまだできて3ヶ月でございます。我々自身の政党の足元を固めたいと思っています。綱領も基本的政策も年末に固めました。これから国民の皆さんとどうやってつながっていくのか、政治が国民から離れてしまったという我々の認識の中で、教えていただいたあの選挙の結果を受けて、我々自身が新しい国民とのつながり方をしっかりと模索をする政党のあり方を我々自身としてもチャレンジをしていきたいと考えております。よっしゃ。立憲民主党はこの1年間とにかく動き続けて、枝野代表を中心に前へ向いて、右でも左でもない前へ向かって真っ当な政治を作っていくために頑張っていきたいと考えております。どうか皆さんの温かいご理解をいただきますことをお願いし、そして共に1年間戦っていただくことをお願いして、大変残酷ですが私の信念のご挨拶させていただきたいと思います。